ワクしながらかまどを覗いたパン屋さん。Hi everyone, this is Baker Sachi. 皆さんこんにちは、パン屋のさちゃんです。今日はこちらにあります家庭用のミキサーのご紹介になります。ミキサーの使い方のご紹介になります。なのでミキサーを持ってるんだけど使いこなせてない方とか、それからこれからご購入を考えている方ね、向けの動画になります。なんでね、今回このミキサーの紹介なのかっていうのはですね、まあ、一つはリクエストがちょっとあったっていうのもあるんですけど、今こねないレシピすごく人気がありますよね。私も、たくさんご紹介してますし、自分も実際よく使います。これやっぱりこねない、手軽さとそれから美味しさ、この辺が人気の理由だと思うんですけども、こねないレシピだとね、どうしてもハード系に限られますよね、パンが。で、食感がちょっとふわっとしたような、パン、例えば食パンとか菓子パン、こういう風なパンを作るにはやっぱりこねの作業が必要になってくるんですね。だけどやっぱりね、手ごねってなると私たちみたいに慣れててもちょっと腰が重くなる。まして初心者の方だとこうこねててね、なかなかまとまらないと、このまま、このままこねてていいのかなとか、まあ、まとまってきても、いつまでこねるのかなっていう、そのね、生地の完成の見極めとかその辺の判断難しいと思います。だからやっぱりね、こねないあのレシピに皆さん行かれるんだと思うんですけど、そこにこの家電があるとですね、まあそのまあ、重労働代わりに機械がやってくれるので、気軽にねパン作りができます。まあ、いろんなこうレシピにも挑戦できるので、作れるパンの幅も広がる。それからパンを作る回数もね、やっぱり手軽になるので増えてきます。で、自分の経験からも周りの方見ててもやっぱりね、回数を焼いてる方は上達が早いです。なので、まあ、よく焼かれる方ね、はこういうのあると、まあ、便利だなということで今回ご紹介してみることにしました。ということで、この家庭用のミキサーね、まあ、やっぱりね、業務用と比べるとパワー少ないんですよ。で、家電なんで、取説とか見るとね、10分以上は継続して使わないでくださいとか書いてありますね。だけどね、ストレート粉だとね、なかなか10分ではね仕上がらないんですよ。で、私なんか特に自家製酵母使うのでね、もう20分かけてもちょっと仕上がらないみたいな感じなんですけど、中種法今回ご紹介しますね。中種法を使うとこの家電でも十分に仕事をしてくれます。なので、今回その見ていただくとね、10分以内に、生地ができるっていうのが、分かっていただけると思います。そして以前ねご紹介した、食パンの、レシピ、こちらはね手ごねで以前ご紹介してるんですけど、今回は同じレシピをミキサーを使って、作ってみます。なので、そちらと合わせてみていただくと、同じパンを作ってますので、どのくらいそのこねのね時間が短くできるかとか、どのくらい楽になるかっていうのが比べていただけると思います。そして、今回はなのでこのミキサーを使ってパン生地を作るとこまで、そこまでをご紹介して、それ以降の一次発酵から焼成まではね、以前の動画とまあ工程同じなので、そちらを参考にしてみてください。そちらの動画は概要欄の方に貼っておきます。はい、あとはですね、これ言っとかなきゃいけなかった、今回ですね、自家製酵母を使った食パンレシピになってますけれども、このミキサーは持っているんだけど、自家製酵母を持ってないって方もいらっしゃると思うので、概要欄の方にですね、インスタントドライストだけを使った、その中種法のレシピも貼っておきますので、よろしければそちらもね参考にしてみてください。ということで、早速本編の方に、入りましょう。どうぞ。はい、それでは早速中種の準備をしていこうと思います。今回準備する中種は冷蔵中種です。なので、これ、今から、中種を仕込んで、それを冷蔵庫の中で低温で長時間かけて、時間ですると12時間から24時間ぐらいかけて、準備をする、中種になります。そして前にね、ちょっと粉のご紹介です。これ私の動画で何回か登場してますけども、キングアーサーさんっていうメーカーさんのオールパーパスっていう、まあ、種類の粉ですけども、注目すべきはここですね。 11.7% のプロテイン量ですということで、これがだいたい日本のスーパーで手に入りやすい強力粉と同じくらいの、まあ、プロテイン量なので、今回もこれを使っていきます。はい、ということで早速、いきましょう。このボウルの中にね、もうすでに測ってあります強力粉、こちらの粉ですね、今ご紹介したこれと、インスタントドライスト、これはね少量ですけども、今回全体の粉の 0.3% を使っていきます。
そしてお水ですね。これも測ってあります。まあ、詳しいグラム数なんかはね、概要欄の方に貼っておきますので、またそちらをね、見て確認してみてください。では早速ですけども、この今2種類測ってあるインスタントドライイーストと粉を、お水を混ぜる前にね、先にこういうふうにして、ざっくりとカードで混ぜてください。はい、そしたらそこにですね、このお水を、もう全部いっぺんに加えます、はい、そしてこのカードでね生地を切るようにでボールを回しながらね、はい、こうして混ぜていきます。ちょっとねお水の量が今回少ないので、粉のこの量に対してお水の量が少ないのでね、ゴムベラとかそういう柔らかいものより、こういうカードのねプラスチックの硬いものを使った方が混ぜやすいと思います。でこう切ったらねそれを上にこう重ねるようにして、はい、こうして合わせていきます。そうするとね粉気と水気が早くこう一緒にね混ざります。でそうしてるとほら下の方にもう溜まってた粉がなくなりましたよね。でもうちょっと混ぜますかね。でここでこねる作業はしないです。とにかく粉気がなくなるようにね、こう切っては重ね切っては重ねをしばらく続けます。はい、だいたいそうこうしてるうちに良さそうな感じになってきましたよ。こんな感じですね、はい、で、まあ、ボールの側面についてるのをこうやって落としてですね生地の方に全部つけてあげてください。はい、こんな感じですかね。で、生地がちょっとねボコボコしてるとそこが乾燥しやすいのでちょっとなんとなくこうまとめてあげてほしいんですけど、はい、いいかな。この状態でラップをして冷蔵庫に、先ほど言ったように12時間から24時間、入れておいてください。はい、ということで、前日の、冷蔵中種の準備は以上になります。はい、それでは冷蔵中種先ほど、用意しましたけれども、道具が出てるのでここで一緒にね、自家製酵母の元種、さっきは中種ね、今度元種、これを用意していこうと思います。で、先ほども言いましたけども冷蔵中種の方は冷蔵庫の低い温度の中で12時間から24時間結構長時間かけて、寝かせるんですよね。発酵を取るので、このこれから用意する元種の方も、まあ、最低でも12時間ぐらいは、かけて発酵するような状態にしていこうと思います。なので比率がですね今回この元種とお水とそれから強力粉ねこれが1対20対20っていう風に、かなりこの元種の比率が低くなっています。本当にちょっとしかこれ入れないの。なので12時間ぐらい かけてゆっくりゆっくり発酵をとって、まあ、ピークがね 12、3時間後に来るような形にしたいと思います。でもしねこれ私今中種と元種一緒にやっちゃった方が自分が楽だからそうしてるんですけども、明日の朝起きてからねこちらの元種を、用意するっていう風なやり方もあるんです。でその辺は比率が変わってきますので、概要欄にねその辺もちょっと参考になるような、比率によってどのくらい発酵時間っていうのが、かかるのかっていうのをね、分かりやすい表にしておこうと思いますので、参考にしてみてください。まあそのくれぐれも言いますけどこの元種がねどのくらい元気かによって発酵時間って全然違ってくるんですよ。なのでその概要欄に貼っておくのはあくまでも参考程度に元気な元種を使った時の、比率による、発酵時間の違いっていうのをね、その辺をまとめて書いておきますので、参考にしてみてください。では早速いきましょう。はい、もうすでにね、お水と小麦粉は測ってありますのでここにちょっとだけこう入れますね。あ、もうこれでもういいんだ。よし、きた。こんなちょっぴり。
でこれを先にねお水と中種あ元種を混ぜた方が元種がうんと少ないのでねいいと思います。はい、でざっくりでいいですよ。こんな風に溶かしたらこの中に、今日1個入れて、はい、でこれを混ぜます。ちょっとこぼしちゃった。はい、だいたい1分ぐらい混ぜたかな。こんな感じでですね、こちらも粉気がなくなるまでよく混ぜてあげてください。ね、ダマになってないように。はい、だいたい1分ぐらい、1、2分混ぜれば十分だと思います、この量だとね。はい、そしたらこれをまたちょっとこうかき集めて、はい、こんな状態になりました。でこれが12、3時間してピークになってくると思います。ピークっていうのはだいたい2倍ぐらいになってくると思います。はい、こんな風に乾燥防止のね、まあ、これシャワーキャップ使いましたけどラップかなんかをして、この状態で、室温で、今日はねうち25度です。室温25度で、12時間ぐらいして、発酵を取ろうと思います。おはようございます。はい、ではですね、今日これから実際に、本生地を仕込んでいきたいと思います。このミキサーを使ってね。で、使う前にちょっと簡単に説明をしようと思います。私のはですね、これ初めて買った家庭用ミキサー、キッチンエイドの、アルチザンっていうモデルです。これ多分一番人気じゃないかな。いろんなカラーバリエーションがあるんだよね。私は赤のを買いましたけれども、このキッチンエイドに限らずですね、多分どこのメーカーさんもミキサーって単純な機械なのでそんなに、使い方って変わらないと思います。まあ、このスタンド型に関してはですね、こういう風にしてヘッドが開く、上に上がるんですね。でここがオープンスペースになるので出し入れがしやすくなります。でミキシングするときはこれがこうガタガタ動かないようにここにロックがあって、これで動かなくなります。で、そしてはい、これ今もう、同フックついてますけれども、こういう風にしてただ穴が開いてるのでそこにこう差し込んで、外れなくなるようにこういう風に、ね、ひねるだけ。これでも外れないです。でこれはボールもひねってこうはめるだけになってます。解説するまでもない感じですけど、そしてこちら側に反対側に、やっぱりレバーがあって、ステアっていうのは混ぜるって意味ですけど、これが一番低速ですね。その次に2、4、6、8、10まであるのかな、そうね、10まであります。でこれ、数字が上がるにつれて回転速度が速くなるっていうことですね。パンを練るときはですね、取説には2までしか使わないでって書いてあるんだけど、それだとね生地がなかなかできないので私は4まで使います。ステア2、4のこの3段階を私はパン生地を作るときは使います。はい、そしてコンセントね、これ普通に、まあ私アメリカなんでちょっと三つ股ですけども、普通に、日本で買えば2つのコンセントのが買えると思います。はい、で今、コンセントつないだのでこれで実際に作っていきましょう。 OK、 それではですね材料簡単にご説明しましょう。まずね昨日作っておいた中種ですね、これ冷蔵庫の中に入れておいたものを5分ぐらい前に出したので、今生地温測ってると 5.5 度 C になってます。そしてこちらはサワー種、元種ですね、14時間ぐらい経っちゃいましたけども、ちょうど倍ぐらいになってます。そしてここにお水、これは蒸留したものを室温になってます。でこれは昨日ご紹介した強力粉ですね、はい、残りの 30% です。とグラニューとスキムミルク、お塩、バター、そして2本のうち1本だけ入れる黒ごまが測ってあります。でね、先ほど言ったこの 5.5 度、今 5.6 度ですけど、これはね、なんで冷たいままかっていうと、今日、やっぱり室温が25度ぐらい結構暑いんですね。でこのミキサーを使うとですね、手ごねのよりも回転数が速いので生地の温度が結構高くなります。で生地の、こね上げ温度っていうのが28度前後にしたいのでね、これは冷たいまま今日使っていきます。で夏場にはねもっとこう室温が上がってきたりすると、この、室温のお水の中に氷を入れてみたりして、使います。
あとは冬場のね寒い時なんかは逆にこれを室温に戻してもうちょっと暖かい状態にしたり、この加えるお水をぬるま湯にしてみたりとかって言って、こね上げ温度がなるべく28度に近い状態に、するんですけど、まあ、今ねあんまり細かいこと言わずにとりあえずこのミキサーを使うと生地の温度が手ごねの時よりも上がるよっていうのを覚えててください、はい、では早速作っていきましょう。はい、それではですねちょっとここ入れやすいように1回フック外しますけども、このボウルの中に、まず小麦粉を入れますね。それからお塩入れるでしょ。で、スキムミルクとお砂糖も入れます。そして、この元種、これも今回ぴったりだったと思うな、作ったのがなんかこれ全部入れます。そして、ここにお水も入れていきます、はい、そして豆腐を、はい、つけました。いいよこせ、はいはい、こんな感じになってます。それで、この 30% がいくつだ、300の30だ、 90g ぐらいな、違うな、600の30だから180、200弱か、回るかな。うんとね、これ一応1キロまでの、ミキサーなんですけども、マックス粉が1キロなんですけど、最低でもね 100g ぐらい粉が100から150ぐらいないとこのフックがね空回りしちゃうんですよ。なので今回ぐらいあれば大丈夫だと思うんですけども、一応ね、簡単にこういう風にして混ぜておいてあげると生地が少ない時ね、回りやすいです。空回りすることがなく回りやすいです、はい、ざっくりですよ、ざっくりこんな風にして混ぜておいてあげるとね、空回りすることがないです。 OK、 そしたらまずねステアで、こっちの方がいいかな、はい、見えますかね、一番低速で1分ぐらいかけます。はい、1分かけます。あ、間違えた、1分 OK、 はい、では1分経ったのでちょっとこれで止めますね。で、はい、こんな感じでございますね。だいたい材料が混ざったので、そしたらここにですねこの中種を、入れていきます。でこの中種は塊のままだと、全部混ざるのに時間がかかるので、よいしょ、ちょっとそっちに行ってくれ。はい、これね塊のままだとちょっとね混ざりづらいので、ブツブツっとねこんな風にして切ってあげてください。でこの状態のものをこうしてね、中に入れていきます。 OK、 そしたら、またこれねフックして、はい、で今度ね、ステアか2ぐらいでまた1分、これでちょっといきましょう。はい、ではスタート。見えるかな、なるべく中が見えるようにしたんだけど、はい、これ30秒ぐらいしたら2にします。よし、はい、では30秒ステア、その後30秒を2速にして、今回しました。でちょっと中の様子を見るとこんな感じです、ね、まだちょっとドロドロですけども、
まあ、生地は全部混ざった感じです。あの材料が全部混ざった感じですね。はい、そしたらですね、これで、10分かけていくんですけども、10分でだいたいこね上げられるから、はい、今10分セットしました。で途中ね5分ぐらいしたら、これ天地返しって言って、生地の下と上をこうひっくり返してあげるんですけども、それまでちょっとね早送りで進めたいと思います。今度ね4足になります。どこしょ、はい、今は2までやったんだよね。なので今度4まで、早めて、これで、回していきます。では、タイマースタート。 OK で4、これ4速にすると聞こえるかな、4速にすると結構ねこれがちっちゃいから動いちゃうんですよ。なので、4速にするときは必ず近くにいてついててください。じゃないとこれ動いて怒ったりすると危ないから。はい、ではね3分くらい今回したので、ちょっと一旦止めます。でちょっとね3分くらい回すとですね、この生地がなんていうのかな、パタパタパタっていう風にね音が鳴るようになるんですよ。生地の、これ今なあの見せてあげた方がいいか、はい、まだデレッとしてるんですけど、4速で回すとね、この生地が、まとまって回転して、このボールの側面にぶつかるパタパタパタっていう音がし始めます。もう 1,2 分回すとね、だいたいその音がし始めるんだけど、で、だけどこのボールの底の方にはまだ生地がくっついてるところがあるような状態なんですね。それをちょっと見せてあげられるといいんだけど、ちょっと見せてあげれるように角度調整しますね。はい、ではですね、今ちょっと見やすいような角度にしてみたので、今3分ぐらいこねたんだよね、の状態の生地の様子をちょっと見てみてください。で音もちょっと聞いてみて、モーター音のぐるぐるっていう音だけじゃなくて、パタパタパタってこのね、ボールの、ボディにぶつかる、生地がぶつかる音が聞こえてくると思います。その辺もちょっと気にして、見てください。いきますね、聞こえる、パタパタパタって聞こえますかね。だけどボールの底の方を見て、まだ生地が下の方にくっついてるよね。はい、3分ぐらいでこのぐらいの状態になるはずです。はい、ごめんなさい、またスタートしますね。はい、そしたらね、また 4,5 分経ったところで一回止めます。よいしょ、一回止めますよ。はい、4,5 分経ったところで1回止めて、最初にもちょっと言ったんだけど、この生地をね天地返ししてあげてほしいんです。ちょっとね指先を濡らしてね、でこの胴服につっているのをこうやって外してですね、ちょっとやりやすいようにこっち向きましょう。はい、そして生地をねこのボールの底の方にくっついてると、そこのところがなかなかねこねらんないので、はい、1回持ち上げて、はい、上と下とね、こういうふうにひっくり返してあげます。はい、これだけなんですけど、 4,5 分経ったら一回これをやってあげてください。はい、じゃあまたね先ほどと同じように、続きをいきますね。はい、スタート。 OK で4速で回します。今4分切ったぐらいなんですけど、ここでちょっとまたね中を見てみてほしいんです。ちょっと見づらいかもしれないけど、そこにくっついてた生地がねもうボールの底につかなくなってます。今わかるかな。はい、でこのぐらいまで来たらね、今度バターを入れたいんです。なので一旦止めます。よいしょ、3分半ぐらいだけどタイマーも1回止めますね。でこのぐらいで今度バターを入れていきます。入れようか。こう見ると生地もだいぶ出来上がってきてるよね。ここにバターをちょっと入れますね。でバター加えたらまたねちょっと低速か2速ぐらいでね、1分ぐらい回してあげてほしいんだ。
じゃないとバターがね上の方に飛び散っちゃったりする時があるので、またこれじゃあ回しつつ2にしましょう。1分ぐらい回します2で。ポチッとな。 OK。あと2分ちょっと残ってるので一回止めて中の様子見ますね。はい、もうね1分ぐらい回すと今回はだいぶ見れてるかな。はい、バターがもう中に溶けて、あ、でもほらほら見てわかるかな、こういう風にねバターがね時々上に上がってきちゃってる時があるんですよね。なので1分ぐらい回したらちょっと中の様子を見てね、この上の方にこう上がってきちゃってるのはこのまま回しててもねバターその中に生地の中入っていかないので、こうやってゴムベラとかねカードでこういう風にして、周りにくっついてるのね一回剥がして、で、生地の方に戻してあげてから、残り最後10分、ね、なるまでまた4速で回します。はい、ではスタート。回したことになりますので今止めて、生地の状態を見てみましょう。よいしょ、あ、良さそうですよ。よいしょ、ちょっと外しようか。近さが見やすいのかな。はい、こういう風に薄く伸びます、ね、後ろの指が透けているの分かりますよね。でこれ切ってみてください。この切った時のこの切った端、ね、スパッと切れてますよね。はい、理想的だと思います。でこのくらいに、仕上がります。10分ぐらいかけてね。で生地温を測ってみましょう。28度ぐらいになるでしょう。29まではいかないと思う。はい、理想的です。28度になりました。でこれをね、今度一次発酵を取っていきます。はい、危なかった、ごまを忘れてました。今ですね、半分こちらの白いボウルの方に、取ったので残り半分を、ごまをね入れた生地を仕込むんだってよかった思い出して、はい、そしたらですね、一回これ、生地が出来上がったのを確認したら、半分こっちに取って残り半分にごまをこうやって加えて、はい、でこれはもうねいきなり4速でも大丈夫と思います。1分ね、回しましょう。はい、じゃあスタートします。ポチッとな。 OK、 レッツゴー。はい、ではなりましたので止めます。で中の様子を見ると、よいしょ、はい、綺麗にね、また入りました。じゃあこれでね、こちらも一次発酵に入りたいと思います。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ではここでですね、簡単に全体の流れのおさらいをしておきたいと思います。まず手順1ですね、手順1は中種、バター、それから具材があるときは具材、今回で言えばごまです。この3つを分け、別にした、全ての材料をボウルに入れて、でざっくりゴムベラで混ぜてから、低速で1分回します。これ手順1ですね。で手順2は、そこにですね、中種を加えます。で中種は混ざりやすいように少し細かくちぎってから入れました。
そして、低速もしくは2速で、さらに1分混ぜます。これここまでで全体の、全部の材料がこうまんべんなく混ざってるような状態になります。そして手順3で、4速、まあ、キッチンエイドで言えば、下から3番目の速度ですね、4速で、4,5 分回しました。で 4,5 分回したら今度は生地を天地返しする、1回止めてね、1回止めてから生地を天地返し、上と下を、ひっくり返しました。そして手順4、さらにね4速で 2,3 分回すと、最初のうちはこのボールの下の方に生地がくっついてるんですけれども、それがだんだんボールから離れてくるようになります。そこまでいったらですね、バターを加えて、で、速度はローもしくは2速に落として、さらに1分、これで、バターが生地の、中に、入っている状態になると思います。で、低速か2速で1本回した後に1回止めてね、ボールの中を確認してください。バターがもしこの上の方に、ボールの上の方に上がってきちゃったりした場合は、それをまた生地の中に落とし込んであげて、そこまでして、さらに4速で 2,3 分回します。ここまででね、4速にしてから10分ぐらいで、生地ができてると思います。そしたらグルテンチェックをしてですね、で具材があるとき、今回で言えばごまを入れてさらに1分回します。で今回はですね、量が、生地量が少なかったので、ごまを加えてからいきなり4速で1分回しましたけど、これね量が増えてくると、いきなり4速でやるとバーッとねごまが散ったりするので、その時はまた低速か2速で1分回して、それからまた4速でね、生地の中に全体に入り込むまで回す、まあだいたい1分ぐらいで混ざると思います。そんな感じにしてみてください。あとはですね、まあ、ちょっとコツを、とか注意点なんかをお話ししようと思うんですけども、生地量が少ない時、この時はねフックが空回りしやすいです。なので、具材を今回もやりましたよね、ゴムベラでざっくり粉気と水気を本当にざっくりでいいんですけど混ぜておいて、それからこれを回すとフックに絡みやすくなります。それと逆にね、生地量が多い時、そうすると全体に混ざりづらくなります。生地量が多くなってくると、でそういう時は、2回に分けて、具材を入れたりする。今回も中種だけ後から入れましたよね。ああいう風に、回数をね、何回かに分けて、加えていくことで、全体的に混ざっていきます。で今回ですね、使ってるこのミキサーは、取説には粉小麦1キロまで使えますっていうふうに書いてあるんですけども、最低でも、150から200ぐらいは粉がないとフックが空回りしちゃう。ゴムベラで混ぜても空回りしちゃうんで、やっぱ最低限粉、150から200は必要です。そして1キロまでって言ってるけど、800ぐらいが限度だと思います。これね混ぜるだけ、今回で言うと前日に中種を用意しましたよね、冷蔵中種で、あれは混ぜてるだけじゃないですか。ああいう感じのことだったら1キロまでこれでできます。ただ、生地を実際作る、こねるっていう作業になると800ぐらいが限度だと思います。1キロにするとね、このなんていうかな、しばらく回してるとこの上の方までね上がってきちゃうんですよ、こっちの上の方まで。そうすると生地も汚くなるし、なんか機械オイルみたいなのがついて、でこの辺もなんかもう掃除が大変になるので、1キロはねちょっとコネは難しいです。800ぐらいにして、もう1キロ以上の粉をやるときはね2回に分けてやった方がいいです。はい、それからですね、蓋がない場合、このキッチンエイドはですね、最初に買った時に蓋はついてこないです。別売りではあるんですけど、最初の付属品としては蓋はないんですね。で、そのメーカーさんによっては蓋がついてくるミキサーもあるんですけども、蓋がないとですね、粉が散りやすいんですよ、特に量が増えてくると。なので、キッチンカウンターなんかにこれ置いといて、そこで使うとねもう粉が回っちゃって、その掃除なんかが大変なので、それを避けるためにはですね、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、ゴムベラなんかを使ってね、水気と粉を先に混ぜ、ざっくり混ぜておいて、それからこれを回すとか、あとは、具材を何回かに分けて少しずつ混ぜていくっていうことで、その蓋がなくてもね、まあ、材料がバーッと散るようなことは避けられます。はい、
あとは注意点としてはですね、4速で、回すとですね、ミキサーこれ結構スタンド型重いんですけど、それでもこうガタガタ動くんですね。なので、4速で使うときはもう必ず近くについてないとダメです。そして取説ではですね、パン生地を練るには廊下、一番廊下2速までにしてくださいって書いてありますので、そこは私は4速使っちゃってるのでね、そこはねちょっと自己責任でお願いします。それから生地に具材を入れるときね、まあ、今回で言えばごまですけども、あとはレーズンを入れたりとかくるみを入れたりとかする方もいらっしゃるかと思うんですけど、その時は今回と同じく生地が、完全にできてからグルテンチェックをして OK っていうふうになったら、そこに具材を入れて、そしてまあ最後1分ぐらいね、回して終わりと、そういう感じですかね。はい、まあ、余談なんですけどね、今回ご紹介したそのごまの食パンね、これねピーナッツバターとものすごい相性がいいんですよ。アメリカよくピーナッツバターサンドなんか作るんですけど、このごま食とね、ピーナッツバター、そこにちょっと蜂蜜を、まあ、アメリカのピーナッツバターって甘くないんで、そこに蜂蜜入れたりとかねかけたりとか、あとバナナのスライスを乗せてね食べるとね本当に美味しいんで、まあ、よかったらね試してみてください。あとはですね、今回の動画見てミキサー購入を考えられた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ミキサーってね、あんまり安くはないんですよ。手が出ない、まあ、金額でもないんですけども、でもまあ安くないからね、初心者の方にはねあんまりおすすめしないかな、ちょっと早いかなっていう感じがします。ただパン作りある程度やってきて、それなりのね経験があって、でこれからもそのライフスタイルとしてパン作り続けていくわっていう方は、やっぱこういうの1台あるとですねすごく便利だと思います。で、まあ、特にね今持ってて使えてない方はぜひ今回の動画参考にして使っていただきたいなっていうふうに思ってるんですけども、ミキサーをねこう今後考えて購入しようかなって考えてる方、これはですね、まあ、本当に今いろんなメーカーさんがいろんな、モデルを出してます。で私は別にどこのメーカーさんの何を買ってとかっていうのはないんですけれども、まず一つ言えるのはですね、ご自分がよく仕込む、生地量に合ったサイズを買わないと、まあ、使えないんですよ。なので、サイズはやっぱりご自分の、よく仕込む生地量に合わせて選ぶ。それからね、タイプもこういうスタンド型のミキサーっていうのはキッチンに置けるスペースがあるとね、常にそこにあるからスッと入れていいんですけど、これがね置く場所がなかったりすると何度にしまっておいて使う時だけ出すみたいな時はね、この、スタンド型のミキサーちょっと重いんでね、おすすめじゃないんです。でそういう時はまた別のねタイプの方がいいっていう風に、環境によってもこのなんていうのかな、ミキサーのタイプっていうのは変わってきます、おすすめが。でそこまでねちょっと今回の動画でやっちゃうとすごく長くなっちゃうので、私ね、まあ、なるべく間を空けずに次回の動画でですね、私実は1個持ってるんですね。でこれ最初に買った小さい、型で、これはね未だに試作なんかのその少量の生地を仕込む時はこれ使ってます。で、パンを売るパンを作る時っていうのはもうちょっと生地の量が増えるので、これではちょっと足りないんですよ。何回も増すことになっちゃうんで、もう一つ大きいの、家電用だけどもうちょっと大きいの買いました。でそれはねまたスタンド型ではないんでね、それを2つをねちょっと比べて、それぞれねいいとこ悪いとこあるので、それをちょっとご紹介しようと思います。でまあ先ほども言ったけど安いものではないのでね、なるべくご自分のその環境とか、あとは使うその作る生地量に合わせてね、ご自分にぴったりのものを選んだ方がいいと思うので、そちらをね見ていただいて、そして、よく考えてからねご購入いただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は以上になります。また最後まで長いお時間お付き合いありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 さあ皆さん召し上がれ。いただきます。